嘘だろ。そんな。かつて大切な人々を取り戻すため子供たちの戦いを共に駆け抜けた戦車タラニス。そのタラニスを子供たちは一心不乱に追っていた。自らの手で破壊したはずの敵の戦車タラスクスに乗って。ねえ、現在タラスクスは自己修復中のため各機能が制限されている。これ以上の速度で走行する場合かえってリスクを伴うだろう。タラニスが走行した離隊の跡はまだ残っている。この跡をたどればタラニスに追いつくことは可能だ。前方にタラニスではない未確認の兵器反応あり。推定サイズはベルマン軍汎用戦車と同等。このまま前進すれば戦闘に発展する可能性は高い。やれやれ。私はハクスの記憶と知識は持っているが、ハクスそのものではない。ここに存在するバナルガンドのコアと同化した情報知性体だ。ああ。
はあ、ガスコとベルマン帝国との戦争に停戦協定が結ばれてから1年の歳月が過ぎていた。巻き込まれた過酷な戦いに別れを告げた子供たちも、それぞれが平和な日常を取り戻していた。そんなある日、現在の実質的な首都であるファラオに集まってほしいという便りがガスコ軍から子供たちに届いた。子供たちが休校を温めていると、ガスコ軍のマスカット中尉が現れ、感謝の言葉をかけてきた。感謝する。あ、ええマスカット中尉に連れられて、ある大きなガレージの中へ通された。そこには、かつて子供たちと共に戦い抜いた鋼の要塞が静かに佇んでいた。え？できたわ。そこよ。任せて。
オッケー。よし、やれやれ。僕らの敵じゃないさ。